本間志音、本間志音、本間志音パンツでした。高木義明、本間志音、本間が行く、パスにした一平俊介。4対4の局面、塩からしばらく運んで右サイドコーナー、さあここから本間引っ掛けました。どれだろう、上がってきた松田、入ってくるマイナス、これで右足まで、はい、谷口のこう入る位置、落ちてくる位置いいですね。本間から堀越回ってきた、ダイレクト浮かしたボールで右足振った。これもボールもありますね、はい。さあここは長谷川匠がボールを持ちます。左足で低いボール入れていく、決まった。群馬のラインが下がりましたよね。下がったところでここに打ち込んでいくっていうことですね。さあ伊藤のダイレクトパスから谷口の右足だ。谷口などが中で待っています。高木中に入れていって、高木決まった。相手の高い位置でボール奪って、はい、これは谷口、谷口海斗追いついた。小島からのフィードになる、これが通ってくる。田上折り返し、ヘディングシュート、鈴木マッツマンで続いてます。栃木フリーになった、先制、惜しかったですよね、はい。高木義明スルーパス、谷口が来る、谷口本間が抜ける、ナルセの対応で1対1、中に込んで縦に行く、クロスはシュート決まった。巻いてきて中央だ、ここ最後押し込んだのはフィギュアだ、高木ダストの本間翔へボールが渡ります。前線でも見たシーンか、左足でのクロス、ボール合わせた、中央抜けていった、シュートだ、先制新潟、水戸4対3、新潟プテキュイ、水戸狙った。高木伊藤が前を向く、しのぶ伊藤、谷口、伊藤の右足、松田かわして、やりやすい中に高木、義明、シュート決まった。また持っていく、今度は堀米です。さあ松田かわしてシュートだー、決まった。堀米から中、前を向いてシュートが入った、マイケル・ジェームズ、縦のボール中に入って矢村、矢村前は空いてるぞ、打っていく、よーいったー矢村。今季初先発となりました小見です。まずはシュートを放っていく、このこぼれたところ、伊藤谷口と使ってダイレクトで、ここにも小見、もし落として小見のシュートだ、横浜 FC です。小見が奪った、1対1かわしてシュート、やっていこう、いいカット、水戸俊介、水戸俊介周り見ながら仕掛ける、水戸俊介、新潟初めてのコーナーキック、ゴールに向かってくるボール、今本間志音へ、本間志音カットイン、本間ワンツー、本間志音、高木前を向いて左を来た、本間志音、中には鈴木浩二入っている、クロスが入って鈴木浩二、キーパーナイスセーブ、セカンド入れた、本間立てつける音から本間志音、本間志音キーパー出られない、ヘッド決まった、藤原が受けた、前が空いたか、クロスが来る、シュート谷口、かなり鈴木から、おっとこれは高木義明、ビッグチャンスになると、高木義明トップがなかなかね、チャンスですよ。松田からのボール、
マイケル・ジェームズこぼれた田上本間残す折り返すシュートだーセーフターわずかにやっと触れた本間近い位置パスを出して無人のボール追加点の島吹風を一人で持っていく逆サイド伊藤もいるが柔らかく浮かして3点目ボール回収は新潟中に入れてボール前へ押し込んでいく出せる状況ですと背後2つ狙えるように準備も必要ですし、はい、右からチャンスを作ったシュートに行く直接行って狙ってきたう裏を取る星折り返し続き、まあ、どっちに蹴り分けてくるか先ほどニアに入れてきました今度は高いボールダビスを狙ったバンドラック続きどうです高木吉安に運んで鈴木外中に入れる逆サイド伊藤だスペースを使おうというところです抜け出したクロス上げる伊藤の手前でクリア河野シュートー実績豊富なストライカー小見太田自分で行くか小見のアウトサイドのパス鈴木浩二はいというはいですけども直接狙ってきた高木からここに伊藤左足のシュートから藤原そして松田へ松田が中に行く藤原シュートだー決まった非常に素晴らしいですねここは新潟に戻して打った鈴木のシュート、うん、決まった高木が入れていく早川のところ頭で合わせた高木この狭い距離感の中ボールを探して結構集めといて一発逆です、ねはい、クロスボール入って頭で出た島本和之がボールを求めている逆に行った逆に鈴木浩二鈴木浩二打てればだそこに勝ってる選手いますからそこを使えるといいんですけどねこれで裏に出た新潟ゴール前2人山田入ってる後ろから打ってきたここはチャンスが新潟です谷口運んでいってスペースに込みを走らせる左足シュート谷口を立てる高に左へ伊藤伊藤の右足巻いてきた伊藤もう一つはバックマスターですが右からシュートされたものさあ前向いて伊藤水戸俊介左足シュートゲレスの元へとボールが転がりますゲレス運んで1対1浮かせてシュートが来た簡単にこう薄いとこ攻めれると思うワンタッチエリア内深いところから決まった先制は新潟高い位置で奪った新潟高木動き出した水戸にスルーパス水戸決まった縦選択ディフレクションがあってこぼれてきたチャンスになった伊藤マイナス谷口戻した右足強烈左足で入れていいボール来た宮田ヘディング決まりました木山と伊藤鈴木が落としてダイレクト中鈴木が行くこぼれ球フィニッシュ中央突破が堀米中へ谷口が狙ったしかし素早い再開から伊藤のシュート伊藤島田低いボールシュートだー点が近づいていますヨデスから秋山もう一度ゲーススルーして松田ゲーですさあ伊藤スペースがある伊藤裏へチャンスフィニッシュージェームズへタレバックスイッチを入れる伊藤鈴木伊藤チャンス伊藤出てきた浮かせたー